現代2002年の日本、以前偽善がまかり取り腐る一方、唯一進歩遂げるのは科学だけで、使う方はそう簡単に変わるわけねえ。ローマはならねえぜ一日で、だからガキのうちから意識して、嫌なもんだろうが目にして耳にして育つ、タフな雑草のような環境、一切立ちよう、必要に応じた新しい発想、葛藤が生む次のアクション、それが痕跡や未来の柱、その土台固めな俺たちだ。 I believe that you're another future、 間違いねえぜ Winnie、 Hey you hit me。 俺らがやんなきゃ誰がやるんだ。 Generation next generation next。 俺らがやんなきゃなんで変わるんだ。 Generation next generation next。 俺らがやんなきゃ誰がやるんだ。 Generation next generation next。なっちまう、もうこのままだと汚れすぎてるこの世の中は、もう今の子供たち大人になる頃想像、世界から暴動、テロ戦争の報道も多くなってて、人々は勝手で結構無関心で、なんかあっけねえ、分かってて罪を犯す異常者、将来の安定のためにも理想は自然に優しい、ソーラーパワー自動車、世の中を知的にしようとする地上波、人体に不健康なもん売らねえ会社、新陳代謝考えて減らす被害者、未来じゃ自分が誰か教える教育、それと弱いもん守るべき法律、それが下げる自殺での死亡率、環境リサイクルして景気回復、やらせだらけのメディア、もう茶の間のメニューは全部バレバレ、マスヒステリア、次世代的思考がきっと利口、新しそうだから話を聞こう。俺らがやんなきゃ誰がやるんだ。 Generation next generation next。 おめらがやんなきゃなんで変わるんだ。 Generation next generation next。 俺らがやんなきゃ誰がやるんだ。 Generation next generation next。 おめらがやんなきゃなんで変わるんだ。 Generation next generation next。 競争意識と共存意識、バランスの保たれた高等知識、上昇思考有言実行すればきっと聞けるはずだぜ、きっとだから keep on moving、 まるで GK、 自分にしか歩けない道を行け。 Yeah the generation next to the next to the next to the next。こんだけ終わってる時代に育てば、何が問題なのかの本質捉えた、今少しずつ見えては来てる答えが、十分な知識と思考力備えた新しい価値観、新しい発想、新しい立場、新しい学校、次の世代に当然合わせた焦点で、たくましい男になってく少年。俺らがやんなきゃ